西暦 2000XX 年、人々の心はすさんでいた。青少年の暴走、無限に種類が増え続けるハラスメントの数々、少子高齢化、保険料の全額負担、過疎化の進む商店街、年々上がる税金、もらえない年金、政府官僚の汚職事件。人々はアイドルを求めていた。待てー葵ー、無理です。ねえお願い、ちょっとだけ、ちょっとだけだから、話聞くだけでいいから。そんなマルチ商法の勧誘みたいな支え方してもダメです。私のハートが葵の歌声にクリームソーダビームされちまったんだ。クリームソーダビーム？そうさ、クリームソーダビームは甘く爽やかな感情、すさんだ心を癒してくれる。決めた、シリーズレジェンド改め、今日から私たちはシリーズアイドルだ。天使プロ社長、手塚咲希。シリーズアイドルの皆さんには商店街を盛り上げるためにライブをしていただきたいんです。今度は葵さんに一日総理大臣の仕事の依頼が来た。ポカーン。葵の歌声にはこの世界を変える力があるんだ。葵、無事だったか。なんでこんなに信じられるんだろう。葵は一人でずっと何もできないと思っていたのに。でもきっと今歌えなかったらこのままずっと情けないままだ。もし少しでも変われるなら、葵は変わりたい。私たちの音楽と葵の歌で世界救おうぜ。聞いてください、グッバイイノセンス。楽しいことをたくさん見つけたんだ。ソーダビーム、私にもやってみてくれないか。おいてめえら、偽物じゃねえぞ。髪に見つけられ、豪華に焼かれろ。お前たち地球人類に告げる本当の危機はこれからだ。